ラーフラは仏教の開祖たる釈迦の実子であり、またその弟子の一人。釈迦族の王軸鈍執たち他の日やシュダラが釈迦の出家前に妊娠した子で、釈迦が出家して5年後に生まれたとされる。釈迦十大弟子の一人に数えられ、正しい修行を成した密教第一と称される。また16羅漢の一人でもある。カタカナではラーフラと表記されるが、これが多くの仏典でラーフラと簡訳音写されることから、これが通名となっている。ラーフラは、障害や触り好きなどと翻訳され、その意味は、日食、月食を起こす魔人ラーフ、転じて、障害をなすものなど、諸説あるが、彼の名前の由来には4つの説がある。ヤシュダラヒが子を産むとき、月食があり、ラーフラと名付けたという説。ヤシュダラヒの体内に6年間招聘されていたことによる説。釈迦がことごとく他大師の頃に出家学道を志した時、懐妊したことを聞き、我が家ぶらねばならぬ障害ができたと言ったことからという説。古代のインド語では、ラーフはナーガの頭、ケートゥは尻尾を意味した。そして、釈迦族のトーテムは他ならぬナーガであった。このことから、ラーフラとは古代インドの言い回しで、竜の頭を意味したと考えられ、ナーガの頭になるものが生まれたことを喚起した釈迦が名付けたという説。なお、釈迦当時のベーダ経典では、日食、月食を起こすものとして、アスラが挙げられているが、ラーフが原因であるという記述は存在しない。仏陀とラーフラ彼の母や身辺については、諸説ある。12遊行には、釈迦がことごとく他大師の頃、第一日、クエビス、第二日、ヤシュダラ、第三日、六夜あり、しかして、スダイダ経、随王行ではクエビスのことする。未曾因年行、涅槃行、法華経では、ヤシュダラヒのことする。通常の多くはこの説を採用している。なお、釈迦の出家前には、彼以外にも第一日クエビスとの愛の子でユーハマナ、第三日六夜との間に、前世という子供がいて皆出家し仏の町者となった。という説もあるが、第二日やシュダラとの子であるラゴーラだけが、諸難克服し昇華を得たと言われる。そのために、各経典では、カズコラーフラと表現されることが多い。また、彼の誕生についても諸説ある。ことごとく他大師、出家時にすでに7歳であった。出家直前に誕生した。多くはこの説を採用している。出家後、母の体内に6年間もいたが、釈迦浄土の夜に生まれた。3の説では、仏陀本行宗教55に、彼が過去世で国王であった時、1000人がいて東海を犯し、王について、懺悔として王宮に詣でるに、王が五欲をふけって6日、外人を見ず、この因縁をもって、今生を6年母体にいたとある。チベット画のラーフラ釈迦は浄土後に、カピラ城に帰った際、2日目に、マゴダラナンダを出家せしめ多くの釈迦族の青年を出家せしめたが、ラーフラは7日目にして出家したという。彼は母のヤシュダラに連れられ、仏前に赴き、母から、釈迦仏が父親だから、王位を継ぐので、財宝を譲ってくださいというように言われ、そのようにすると釈迦は、長老、舎利卒を呼び出家せしめたという説もある。この時の彼の年齢も6歳、9歳、12歳、15歳という諸説があるが、いずれにしても、奢靡となったという。20歳にして、具足戒を受けびくとなった。舎利卒について、修行学道し、当初は、仏の実子ということもあり特別扱いを受けることもあったが、その分をわきまえて、抑制戒を守り多くのビッグにも敬われるようになったという。彼は、普賢実行をもって、密教を全うし、密教第一と称せられたが、釈迦仏より多くの比丘衆でも学を好むことで、学習第一とも称せられた。なお、ラーフラの忍耐を描いた経典としてはラ・クモニ肉経がある。経から役立つ仏教著者、正木明、図解仏教整備堂、出版14ページ仏教屋は、19仏弟子群像。釈尊の実子、ラーフラちなみに、日本の僧侶の世界では、ラゴとは、僧侶の息子のことを指す。厚思想網日記、ラグモニン肉行。ありがとうございます。